はい、どうも、モンスターハンターワールドをやっている豚猫でございます。どうもです。どうもです。どうもです。さあ、まあいろいろありましてね、まあいろいろやってまいりました。まあレウスを捕まえたりだとか、ディアブロスと戦ったりだとか、録画した動画が音声が入ってなかったりだとかしてましてね。まあ、特に楽しかったディアブロス戦、音声が入ってなくてね、面白くなかったですね。動画になっちゃいましてね。左にいる豚猫がただ口パク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 してるだけの動画になってしまいましてね。せっかくのこの実況だっていうのにね。楽しかったですよ。楽しかったなディアブロス戦。なんか、あ、ジョー何？ジョー、どうした？ああ、いいですね。何がですか？最近は差し迫った調査もないし、なんか平和でいいですね。なんだい？そうだね、ほうほう。気になりますな。狩りの腕が鳴るってもんだぜ。あ、そう。オオアリ塚か。まあ、とりあえず、飯をもらっておいて、新しいクエストね、どれどれ。フリーまだ残ってんだよな。卵の運搬。これは、何の卵？飛竜の卵2つ。へぇー。ちょっと大変だから、あとにしとこう。ツイツイヤックと、パオルムの捕獲？カンタロス狩り。カンタロス狩りは、これ何クエストだ？これ、食べ物クエストかな？また、やっとこ行きたいな、これも。この辺全然やってないんだよね。リオレイヤーはね、なんかこう、フリーで倒すことになるんですよね。あ、最強最強夫婦。最高、最高の夫婦。ああ。これはまた後に、補欠に入らぶズンバ。肉の塊を2個納品。これ結構簡単なのでは？意外と近いところにマップが、拠点があったから。まあいいか。任務か？まあ任務もないか。調査か？調査でもないか。イベントか？ああ。イベント？日が暮れるまでの短い間。なんだろうこれ。この辺は、これをやったんだよな。これ、まだこっからやってなかったの、そういえば。まあいいや。どうしようかな。まあ、なんか言われ、オオアリ塚まで行ってみるか。ちょっとアイテムボックス。いや、さっきのね、にも大変でしたね。飯食っていくか。飯、食材を選ぶ。おすすめもらっていきましょうかね。料理の幅も増やしたいから。あ、研磨術出ちゃった？あ、そう。研磨術。そっち出ちゃったら、じゃあガンランス持っていく？ガンランス行こうか、じゃあ。オオアリ塚。あ、こっちはオオアリ塚。はーい。まだ何が出てくるかもわかんねえし。なんかストーリーのやつもね、全部が全部見てるわけでもないので、他の人の動画を見てるわけではないので、まあ、どんな形になるかは知らないんですよね。なんだろう。ディアブロスがいる。久しぶりですね。この感覚。そうでもないよ。のんびり見て回りませんか？そうでもないよ。だって、
レウス倒して、ディアブラス倒して、その後、ドラマグダラオスの、ね、防衛に見でしたよ。だから、ドラマグダラオスの一個前は、普通にディアブロ戦だったから、地球なしか。肉でも焼くか。ハゲマショルン。ハゲマショルン。フィールドに行かなきゃダメ。肉焼こうか。まあ、じゃあ敵が何が来るかはちょっと分かってないから、いいえ、お供待機じゃないです。お供装備はこっちは変えられないか。あれ？お供装備お前それじゃなかったと思ったんだが。気のせいか？気のせいでもないか。ちょっと顔が怖いんだよね。励ましはそのままでいいかな。ガロンに変えておこうか、じゃあ。ガロンでいこうか。俺もガロンだし。あ、違うか。今は、ガンランスか。こんがり肉を食べる。どうせあれでしょ？ネルギガンテがいるんでしょ？どうせ。なんか、アイルの方が戦闘行くってなかなか珍しかったな。どっちだい？別にディアブロス買ってもいいんだけど、ちょっと、スリンガー閃光弾がないかな？はぁ。スリンガー閃光弾ないとちょっときついよね。回復も足りてるかな。栄養剤グレートでも飲んどっか。のね、弾も一応取っといて。途中でね、装備も変えられるしね。レイヤーは来ないでしょ、レイヤーは。プケプケの後どこ？あ、ここいる。プケプケ、あれ、この痕跡は確か。プケプケですね。こっちにいるのでしょうか。こういうとこに入ってプケプケがいるんじゃないかって入ってったらあれでしょ。ん、違うか。プケプケ、なんで大割り塚の荒れ地に。あ、リオレイヤーの痕跡ですよ。あれ、これ本当にリオレイヤーの痕跡ですかね。おや、何がいるのかい。ん、あれは、プケプケリオレイヤー、プケプケリオレイヤー、じゃか。イェイイェーイ。あじゃあ、あじゃあ、あの、そう。ん？なんだ？プケプケ？やっぱりプケプケ！プケプケ！今度はどうする？相棒、プケプケを狩猟しましょう。この異変を調査しなくては。よいしょー、よし、よっ、あ、当たんない。気をつけて。よっ、逃げた。なんか別のモンスターがいますな。
石ころだと思う。石ころ1個ポロポロ。ディアブロスもいると。ディアブロスもいるんだな。はい、ディアブロスの痕跡も探しておきましょうか。下か。あ、違うわ、これディアブロジャス。ボロちゃんだ、ボロちゃん。うん、このガスがいる。ディアブロ？モロス？プケプケは？ん？今それどころではないので、こいつらがここにいるってことは、あれだね、なんか特に肉食性のやつらがいないということですかね。どういうことなんでしょうね。ぐるっと回ってみて怪しいとこに行くって形かな。おっと、あー、ドラグライトが出るようになったと。上位になったと。ってことは、ここにいるのは上位のディアブロス？勝てないと思うぞ、それは。あ、上位ブロスとご対面ですな。上位なんのか、でもこれ。ちょっと場所を移動しようか、じゃあ。結局は上にいるな。また戻ったのか。から戻ろう。ああね、課題はプケプケの狩猟ですから。よいしょ。あ、サボテンだな。よっよっ。このマップはね、よくできてるよね。すごい面白い。オオアリ塚のマップは面白くて好き。巨大樹の森はね、わかりにくいよね、やっぱね、あれは。プケプケ、プケプケ。さっきもそこにいたけど、また戻ってきたじゃん。あ、毒った。打ち消しはあるけど、あれがない。上位ですからな。あったね。ちょっと回復するためのものが足りてないですな。戻りましょう。無限だからこれを使った方が良かったかな。ちょっと解毒薬がないんで、ちょっとよいしょ。バレてますな。おいっ、よっ、あー、毒っちゃった。
まずい。ちょっとまずいて。アイテムボックス。蜂蜜は置いてて、捕獲もいいかな、別にな。いらないな。これもいらない。打ち消しは、打ち消しは、うん。間違えた。間違えた。これ。回復は全然ないな。だいぶなくなっちゃったな。解毒薬。間違えた。このボタンを押して、グレートは置いていく。これなんか合成でまたなんかできた。調合か。で、なんか、またできたような気がするけど、今、いいか、これ。よしよし。さあ、出よう。お客さんを待たしちゃ、よくない。けど、カトリキ、カトリキ、カトリキ。よし。で、場所は変わってないのかな、プケプケの場所はな。よし、行こう。よいしょ。なんか上位になると確か、マップの中にある採集する位置が変わってたりするんでしたっけ？もらっといて、もらっといて。ん？いや、私は蜂蜜が欲しかったね。蜂蜜ください。蜂蜜ください。ほら。フラグライトください。よいしょ、危ない危ない。おっと。お、あ、そうやって戻ることもできるのか。フルバースト。人間にどっくらってんだよな。あっうん、あう、痛い、これは痛い。解毒をまたの。こっちの方が良かったかな。漢方薬の方が良かったかな。うっと。ほほほほ。尻尾切りたいな。尻尾さん。どこに逃げようというかね。待ちなさい。
いしょ。ケプケの羽根、ちょっと硬くなっとくか。どこ行ったんだ。いやディアブロスが歩いてる。上位のディアブロスも強くなってるのかしらね。ほっ、あれ？お、見えない。よしよし、切断。やべえ、ちょっとお怒りの人がいる近くに。ほとぼりが冷めるまでここにいたいですな。いやそうもいかんか。よいしょ、ちょっとそっちで戦ってて。今のうちに、よいしょ。大怪獣バトルを繰り広げる。うわぁ、ちょっと、どうなってるの。あ、なんか落とし物がある。今のうちこの辺の尻尾を回収して。ちょっと待って、ちょっと待って、お二人さん、お二人さん一緒に来るっていうのは聞いてないよ。ちょっと戦っててくれる？ちょっと。ディアブロスがやばいのよ。おお、すごいすごい。大丈夫？バレてない？バレたのかな？これは。これはバレたかな？よいしょ。ポケポケ多いか。あ、下に行った、映ってくれた。よし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 。どこ行った？ポケポケ。あー、はいはい。はい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 。いる？プケプケ。プケプケ。すごいなんか怒ってるけど、プケプケ。おっ。
っと、また別のお客さんが来ましたよ。よしよしよし、バレてないバレてない、よしよし。あ、竜の涙だよ。竜の涙って昔から頭部を破壊したりとか攻撃したりとかすると落ちるんだよね。ケプケー、ケプケにちょっとあれだな、間違えた、こっちシルベムシに従っていくよって、はいと。あ、かぶれライトが出たぞ。あ、サボテンダーがいる、でかいぞそのサボテンダー。なかった、なんかカエルみたいな見た目だな。ちょっと待って、うっ、なんか、なんかお客さんがまた来てるね。俺が見つかった、サボテンだ。サボテンだ。えい。よし。いやー、頑張れ。頑張れ頑張れ。うわっと。なんだよ、こっち来るのかよ。おじさん、間違えた、押し物で、ブケブケはどこ行った、今度はこっちかな。キャーほにゃーはにゃー、あとちょっとだ、ブケブケガチャブだっけ、ジャカブだっけ、名前忘れちゃったよ。あ、あそこだ、弱ってますね。捕まえることできるものは持ってきてないからな。いやでもあれだよね、シングルキャンペーン、なんだこうストーリーモードみたいなので上位っていうのにこう確定して上位だって言われるとなんかありがたみを感じるな。昔は上位なかったからね。よっ、断裂の実は欲しい、割と使うからね、尻尾切りによく使うからね、すぐなくなっちゃうんだよ。解毒だけ準備しとこう。はにゃーはにゃー、よし、間違えた、
こっちこっち。わわわわわわ、なに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 、いきなりこっち向くじゃん。あらー、あ、今頼んだよ頼んだよ。いやー、ほんとお供がいるってほんと素晴らしい。レウスに、いや、レイヤーに近いんだよね。強くなってるのはプケプケだけかな。ちょっと待って、レイヤーじゃない？ちょっとあの、まだプケプケを剥ぎ終わってないんです、剥ぎ終わってないんです。すいません、すいませんでした、すいませんでした、レイヤーさん、すいませんでした。レイヤーはさすがに、レイヤーも上位かな、どうなんだろう、ちょっと小づいてみよう。ああ、どうだろう、大丈夫かな。来る、誘導する誘導する誘導する、よいしょ、危なっ、ほにゃほにゃにゃ、わーすごっ、間に合うかな今だったら。よいしょ、尻尾だけよこせ、やべ、よいしょよいしょ、あ、サマーソルト食らった。やべ、今のよく当たんなかったな。回復が足りないからな。やばい。倒せないことはないな。
ほにゃー、ほにゃちゃー、ほにゃらやっぱ鉱脈が回復してる。レイヤーだったらまあドロスはね、ディアブロスはちょっとあれだけど、レイヤーだ、ディアブロス来たー、大怪獣決戦になっちゃう。これ何やってんの、レイヤーさん、怖っ。どこにいらっしゃるの？違うね。クリガー貫通弾。クリガー貫通弾。アウト。すごいすごい、やり合ってるやり合ってる、いけいけ、やれ、おお、いいぞ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 、そのままいけいけいけ、いや、かっこいいね、うわー、すごい。さあ、バレたやばいバレたバレたバレた、レイヤーどこに逃げたんだ、レイヤー、おいしょ、巣に帰ったか。あとこれだけで倒せるかな。回復薬足りねえよな。道すがら持ってったとしても。なんか嫌な音がする？下か。ああ、よかったよかった。おっと。怒ってる？怒ってるね。ここ大丈夫かな、大丈夫だね、位置的に。あ、しまった。今のいけると思ったんだけどな、ちょっとまずいぞこれは。やばい、死ぬよ。それどころではない、飛躍、間に合え間に合わなかったなかなかやられるのは久々だな飛躍の、もうどこ？あ、そうだ。飯飯。今もうスタミナしかあれだよね。防御力アップショート、ガンナーじゃないな。ふるさとかな。ふるさとにしようかな。はい。ほい。うん。まだちょっと足りないかな。よし、こんがりしとこう。よいしょ。倒せなくはないと思うけど、まあ、尻尾をな。尻尾やりたいよな。ここ、アリ塚の中か。
砂利塚の中か、ここ。しまったな。こっちか。ちょっと、手を貸してほしいな。君たちがいてくれると、とても助かるんだな。よいしょ。でも、このまま下降りちゃったら、いるよねー。レイヤー上にいるのかな？ちゃんと。レイヤー。レイヤー。間違えた。はい。ほい。よし。上だね。よしよし。ああ、鉱石がある。鉱脈がある。まだでも巣に帰ってないからそんなに回復はしてないと思う。落ち着いてらっしゃ、おっと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 、あ、飛んでった。すん、あそこの狩りはやりにくいんだけどなあ。そっち側に行ってくれる。あ、そっち行っちゃうってことは多分、回復されちゃう可能性があるな。餌を食べられたらちょっと厄介。あ、鉱脈。閃光弾とか持ってきてないしな。あ、サボテンダーがいる。捕まえちゃおう。はい、むにゃいなうん、あれいないぞ。あ、上に戻っちゃった。欲しい。よいしょよいしょ。さあさあ。倒せるかな。どうだろうな。ブロスがな、うろちょろしてんだよな。いたねえ。あれ？そうか。オッケまずい。ああ、やっぱり。あんまりその突進はダメージ食らわないというか、判定が。
狭いところで戦ってるからな。おお、危なかった今のは。逆に動かれなくて済むのはいいな。直線上の攻撃が得意だからな、レイヤーは。あれ来ないの？よし。蜂蜜ください。どうした？あ、今回復。これなんか、他になかったっけ？あった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 。ほい！つゆくさ。うわあ、そう、つゆくさ。あ、ナイス！よいしょー、いいぞー、尻尾切ったぞー。よいしょ。オッケー、もう一発来るかな。突進か。はい、オブレー、もう一発来るかな。あー、やっぱりガードしとけよかったな今のは。まあでもこれ一応、調査が、探索調査任務だから、まあ、やられてもいいよね。今回いいよね、この調査モードだったら何回でもやられてもね、トライできるから。まあ、その代わり、報酬は少ないんだけどね。まあでも、せっかくね、縁があって出会ったからね、買っていかないと。ハンターたるもの。まあ、ディアブロスはさすがにな、うん。今回はね、ディアブロスはちょっと、ご縁がなかったということにしておこう。うん。プケプケのね、最後狩るのが狩れなかったからね。はい。蜂蜜ください。今、回復系はね、すぐ落ちてるからすぐ手に入るっていうのがいいよね。ほんと今作。延々とこの調査ができる。調査の段階で、そう、なんだ、探索モードの段階で、あ、こけたな。でかいからね、防御に危ねえ。地形に助けられた。
怒りの、お怒りのお怒りが、だいぶ、早い段階から追いかかるようになったから、おそらく体力がもうそろそろかな。あ、そうだ。レイヤーの尻尾だ。せっかく切ったんだった。レイヤーは、なんかあれだな、グラが悪いな。ディアブロスとか綺麗だったんだけどね。テクスチャーの、なんか、柔らかい感じがしてますね。あ、こっちに来たな。という方は、まだでも回復かな？待て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 、おっと。あ、回復されちゃったかな。ちょっとどこにいるかわからないです。何だったかな。ドン。フルバーストをうまく出すには。暴れるようになったな。あ、いなくなっちゃった。あ、弱ってるね、あれはね。ちょっと、よろついてるね、飛び方が。よし、あとちょっとだ。頑張ろう。スタミナロイチュー。いやー、よかったよかった。プケプケだけの狩猟だとね、ちょっと味気なかったけど。レイヤー巻かれてよかったな。まあ、やられたけどね、2回。レイヤーねー、まあ、レイヤー、油断するとなぁ。ボウガンだとね、割と離れてるし、必ず位置的には斜めの位置に位置取りをしてるから、サマーソルトも食らわなくて済むし、やられることは少ないんだけど、正面に立たなければ。よし、じゃあちょっと、こんにちはして。まだ羽がこっちが残ってるじゃない？あ、まずかったか今の。ちょっと2回目が予期しなかった。やばいぞ、これは。回復。よし、このタイミング。行くぞ。よし。あ、まずい、まずい。いや、大丈夫。よしよし。走れ。
それはない、それはない。やばい。ちょっとそこまで追ってくるとは思わなかったな。それは聞いてないよ。そこまで追ってくるとは思わなかったな。いや、昔の感覚だとあそこまで行ったらね、追ってこれないみたいなところあったからね。ダメだね。新しいモンスターハンターっていう感覚を忘れちゃってるね。まあでも帰ってこれたから、これを持ってって。で、まあいいか。ついでに帰ってきたから、捕獲用の装備を整えて、捕まえちゃおうぜー。よいしょ。どっち？まだ、いけるかな？捕まえられるかな？ん？行ってきたよな。お、いけるか。もう一回。あ、いったいったいった。よし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 。あ、おやすみ。ついでにあれだね。ついでに卵もらっとくよ。確かこっち側下から行けば卵を持って帰れたかな。そう。これ卵持って帰れるんだよね。こうやってね。昔はこういうところなかったからさ、ほんと一段、一段二段。一段は大丈夫だ。二段目からはダメだったんだよね、もう。ここくぐるか？あ、くぐるか？ここもしかして。くぐるのは無理なんだっけ？あ、くぐるのは無理ですか。あ、じゃあさっきとは逆の方、逆ので、いや、そっちじゃないです。そっちじゃないです。ちょっと、ランゴスターが、あ、ランゴス、1ダメージでも全然いける。ああ、すごいね。昔は、チクリとされただけでもう終わりでしたからね。卵運びのね、やつもあるから、ルートを覚えとかないと。リリューの卵2つ持ってこいっていうやつがあるから。こっちかな？こっちじゃない？こっちだよね。よしよし。あ、こっちはなくない？なくなくない？なくなくないか。なくなくなくない。あ、なくなくなくない。あ、大丈夫これ。あ、大丈夫。あ、もう昔だったらもうダメだわ。今の。完全にボロンしてるわ。ボロンってなってる。よかった。このルートで行けるのね。結構近いね。よしよし。これなら安心。帰るか。はい。ヒント。じゃあ、拠点に帰るか。いやー。どこ？集会所じゃないね。流通エリアかな。いやー、まさか。なんか、すごい戦いになってしまったな。まあ、ボッコボコにやられたけど。お？なんだこれ？なんか新しいのをゲットできたから。まあ、上位のね、素材が手に入るようになったから。あ、また剣、え、何？ちょっと待って。レベルまた増えた？あ？レベル？あ？あれ？ん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 ？一同、揃っているな。あ、はいはい。あ、そういえばこれ、あれか。ストーリーの話だったね。はいはい。保留調査の一段落もつかの間。このところ、ハンターたちから、見慣れたモンスターが思いがけない場所にいると多数上がってきているんだ。なるほど。それだけじゃない。
調査中に大怪我を負って帰還する例も。彼らによると退治したモンスターは従来のもの。それともう一つ、これはゴキだ。先日オオアリ塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤのものと思われるのですが、そうとも言った特徴、いずれを照らし合わせ強靭なモンスターの出現といい、不思議な痕跡。桜レイヤーですかね。どうも偶然。総司令どうします。よし、亜種が出ましたかね。我々が行う上位ってことだし、一つは各地に赴き強靭なモン、はいはいはい、今一つはゴキ団が見たという強靭なモンスターを調査しながら、この痕跡の有無に目を。わかりました、探して。いいな、勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも。以上、解散。さっきもねだいぶ油断しましたからね、レイヤーに。いやー、新しいのが上位でいけるようになったよと。よかったよかった。各地で痕跡を探せ。女王とおぼしきモンスターを見つけ出すぞ。あー、女王って言ってるな。どうも相棒、不思議な痕跡を探しましょう。あちこち行ってみるんです。探索とか、フリークエストとか。ほう、よかった、体力ともまた戻れるんだね。セット売り、あ、はい。何これ、物資購入する。ん ?1、2、3あるよ。何指定なしとかいろいろあるんですが、まあ、調査ポイントで買えるなら全部買っちゃえばいいんじゃないかな。仕入れの要望、指定、消費アイテム、素材アイテムとお金が欲しいです。よし、なるほどね、こういう風になるのか。こっちは、どうも。どうも。あ、特にバウンティはあれですか、私クリアしてませんか。入れとけばよかったかな。小型モンスター外すかな、じゃあ。調査クエスト、上位の調査クエストを2つクリアする。大型モンスターの狩猟にしとこうかな。ちょっと上位クエストはまだ後々やるとして、で、まあ、調査報告をしていって、で、なんでや。あれかー、リオレイヤー亜種だよね、これね、どう見てもね。上位のやつが出てきたってことか。ガイドボーナスアップ、取得ポイントボーナスアップね。はいはいはい。なるほどね。また上位になったら上位になったで痕跡集めてくれよと。いや、このゲーム長いな。そうか、初めて多分やる人は亜種の存在も知らないわけだもんね。そうなってくるときっとワクワク感があるだろうな。じゃあよろしく。はい、あ、はいはい、新しい衣の、はい。装備の調子はどうだ。はい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 、じゃんじゃん作るか。お、あ、はい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 、装備品の着脱。つけられるものがないか。ボックスカラーラム。今のところつけられるのはこれだけと。
なるほどね。子供装備の生産。なんか作れるのが、ルフエ、これはでも、フケフケ、上位用のやつになってるのね。見た目は変わらないんでしょ、でも。レイヤー。かわいい。でもなんか猫背だから、なんかお姫様感が全くないな。武器だけかな。ゾラマグダラ、ゾラマグ、ダラオスの装備？なんか、あれだね。なんとも言い難いね。武器だけにしとこうかな。爆破属性。いいっすね。私好きですよ。装備しとこう。私の装備かなんかは、これ違います、違います、間違えました。装備かなんかは増えてる。上位になってる。カブレライト。上位ボーンは、上位ボーン A と B で色がまた違うの。ちょっと違うの色が。ボーンは、ボーンはいかついな。こっちは今までのボーン。B は多分今までのカラーなんだね。今までのカラーってわけでもないな。ちょっと、髪の色が違う。前の方が良かった。ケスト。ケスト A、ケスト B。ケスト A、ケスト B。ケスト B。いいね。まあいろいろとまたね、上位の任務で調査していかなきゃいけない。このまま上位に変換してるから普通に、ドラマグのもあるのね。爆破属性強化欲しいな。属性解放とかよくわからん。不屈、ボマー、耐震、ボマーってなんだ？爆弾か。どっちの方がいいんだろう、これ。爆破属性だから、属性と耐性は、わからん。どっちだ？強くなるのか？スキルを見よう、スキルを。これか？違うわ。これ色変えられるやつ。爆破の、蓄積値を、爆破の蓄積値にプラス10。どうなんだろうな。ただ単純に頭が気に食わないからな。色が変えられるのはいいな。頭パーツの色を白に変える。変わるのってインナーだけ。一括変更白。なるほど。ピンクはないな。ピンクはないな。カラーをなんか選択じゃなくて、
RGB で選ばしてほしかったな。白かな、灰色か白だな。茶色もいいけど白だな。ちなみに他のやつにも反映されたりとかはしない、うん、あ、されてる？されてるっぽい。あー、これ楽しいですね。楽しいですね。まあ、アロイ系ってなんか太って見えるんだよな。はい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 、なるほどなるほど、あ、なるほどなるほど。あ、防音の色が変わるのね。こっちはこっちは防音の色が変わるのね。あー、なるほど。ピンク色の気持ち悪いな一気におもちゃ感が出るんだが、デフォルトカラーに戻しとこう。いや、とりあえずこれに終わりしとこうかな。なるほどね。武器はどうなんだ？生産からちょっと一応見とこうか。上位生産は特にない。あ、ロゼッテス。こっから生産できるようになったか。なるほど。龍脈結晶。お、これ欲しいな。まあでもいろいろ欲しいものが増えてるからな。龍骨砲の、だな。いやー、大変だな、これ。これは大変だぞ。作るもんが多いぞ。せっかくここまでやってきたんだけど。例えば、これも。あ、もうレベル8まで出るようになったのか。これ8飛びすぎじゃない？ 7 は？まだいろいろ倒さなきゃいけないのが多いな。まだここがやっと作れるって段階なのに、もう3のやつが、素材が集まり始めてるっていうのは、あれですね。上位行きましたねって感じだね。ほう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 。なんか見た目もだいぶ、だんだん変わってきたのかな。なんかスコープみたいなのがついてるな。今持ってるのがどこまで持ってるんだっけ。あ、ここまでだから5になればまたちょっと見た目がだいぶ変わるのかね。そうでもない？そうでもない。こっちはそうでもないか。ああ、もう、こういうの見てるともう延々と終わらなくなっちゃうから、そろそろ終わりにしようかな、この辺で。ああ。オーガも見たいし、ガンランスも見たいし、チャージアックスも見たいしな、使ってないけど。いやー、よし、じゃあこの辺で終わりにしとこう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。長く見てくださった方、ありがとうございます。